皆さんこんにちは。 iPET セレモニーホール大垣で執り行われました月例法要の様子です。オンラインライブ中継でご参加の皆様には限定公開の URL を配信し、またご参加の皆様は現在先着20名様に達するご家族の限定ご予約として開催しております。ご参加の皆様にはマスク着用、入場時にはアルコール消毒に加えてサーモグラフィーおよび非接触検温にご協力をしていただいております。動画の最後には皆様へのご案内がございます。ぜひとも全編ご視聴いただきますようお願いいたします。改めまして皆様おはようございます。本日3月28日、日曜日の午前中ですね、貴重なお時間ようこそ当園の月例法要まで、お参りくださいました。あいにくの本日は雨天ということでお足元悪い中ですが、ようこそのお参りでございます。この後月例法要といたしまして皆様方別さんのご供養しっかりとさせていただきたいと思います。なお先般のこのような状況下を受けまして、この月例法要限定公開でございますが、ライブ配信という形でもご案内させていただいております。モニター越しの皆様もおはようございます。どうぞ最後のお時間までご一緒にお手合わせくださればと思いますので、よろしくお願いいたします。なお先月までですね、このような状況を受けまして前後ドア通風状態にして開催させていただいておりましたが、先日ですね、当ホール、この業務用エアコンといいますか、空気清浄機付きエアコンを導入させていただいて、先日工事が完了したところでございます。感染症対策としてこのような機器、導入した上での開催でございます。より万全の体制を整えて今後も月例法要を開催させていただきますので、どうぞ皆様ご安心の上ご来園くださればと思います。それではお時間でございます。これより第128回 iPET セレモニーホール大垣月例法要を開式申し上げます。本日の月例法要同志をお務めいただきますのは臨済宗家計寺様より加藤和恵副住職でございます。これよりご住職様入道でございます。どうぞ皆様お手合わせ合掌を持ってお出迎えのほどよろしく申し上げます。合掌。尊名僧侶が金十文字不思議ね、よい願で恩具足名と尊敬と無人に女性三文女ね、女会略を打ち天の仏を頭代承継一体海は三名音感世音本音海長音上位世間音世公領世公お将来に時事事を雑宿住雑記千百仏語生存役、修行、門税、関税、音符、さあ、大いに、快楽は、参謀して、召喚を垂れたまえね。上覧会、観音、門本、世尊芸大、万無下人衆を不自由すぐ。集むところの功徳は横山家愛犬手荒子、水谷家愛犬マロ子、水谷家愛病パンダ子、日比野家愛犬ラッキー子、長瀬家愛犬ポポ子、甲田家愛犬大子、佐々木愛犬マリ子、
さっさけあいけんさむごやまだけあいけんたまごやまもとけあいびょうたんたんご橋本けあいけんバウザーご橋本けあいけんかりんご橋本けあいけんすももご橋本けあいけんあんずごしばたけあいけんれんご桂川けあいけんゆずひこご田村けあいけんしょこらご渡辺けあいけんきららご和歌山けあいけんラッシュご和歌山けあいけんなおこご立川けあいけんこたろうご倉橋けあいけんももご倉橋けあいびょちょろたご田中けあいけんバロンごししめけあいけんてるご笠井けあいけんフランご笠井けあいけんりょうご川島けあいけん丹那ご芝垣けあいけん神ごせっかくね、こうして皆さん、大事なご家族さんのためにね、お集まりいただきましたので、今後のね、生活をより豊かにしてもらうために、少しだけね、お話をさせていただこうかなというふうに思っております。今日今こうして供養をさせていただきますように思いますので、どうかね、これからそんなようなことを一つね、気に留めて、毎日の生活をね、していっていただけると、この子たちにとっていい、報いることになるんじゃないかなというふうに思いますので、この子たちの恩にね、報いることになるのかなというふうに思いますので、どうかそんなような、心持ちで、心がけで、一つ、生活をしていっていただければというふうに思います。そのようなことをお話しさせていただいて、私のご挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。からたんのごとらややなむりやおりょぎじにるらやうじさとやもとさとやおごぎゃるにじゃやんさらえぬたのどいだなむじき。はい、最後の時間まで皆様大変お疲れ様でございました。この月例法要ですね、毎月この第4日曜日この午前11時から定例で開催させていただいております。四十九日、初盆、百日、一周忌とそれぞれ皆様、ケトさんのご周期異なるかと思いますが、ご家族様のご都合あれば、いつ何時でもですねご参加いただけますので、また改めてお参りくださればと思います。なお、モニター越しの皆様も大変お疲れ様でございました。今申し上げました通り、この限定公開ライブリアルタイム中継というのは今後もさせていただきたいと思いますので、皆様方ペットちゃんのご供養にどうぞご活用くださればと思います。それでは本日はこの足元の悪い中、日曜日の午前中でございます。本当に多くの皆様、この月例法要までお参りいただきまして誠にありがとうございました。ただいまのお時間をもちまして、第128回愛別セレモニーホールを書き、月例法要閉式とさせていただきます。
今回の動画をご覧いただきましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、いいねボタンとコメントをお待ちしております。いただきましたコメントは必ず拝見させていただきます。できるだけ速やかに動画を編集させていただくように努めておりますが、最低でも1週間以上の期間をいただいております。各施設で開催されます月例法要などの動画をご紹介していきます。ご視聴ありがとうございました。